改めてご紹介しましょう、はい、まずは世界中のボクシングファンの注目の的です。アラブのプリンスナジーム・ハメドです。中東イエメン出身の両親を持ち、イギリスシェフィールドに生まれました。年齢は27歳です。92年にスーパーフライ級でプロデビュー、94年に欧州バンタム級タイトル、 WBC インターナショナルスーパーバンタム級タイトルを取り、95年に7連続防衛中だったスティーブ・ロビンソンに8回 TKO で圧勝し、 WBO 世界フェザー級タイトルを獲得、センセーションを巻き起こしました。97年には IBF 王者トム・ジョンソンとの統一戦で8回 TKO 勝ちし、実力の高さを証明。その後もケビン・ケリー、ウィルフレド・バスケス、ウェイン・マッカラーを撃破。99年には WBC 王者セサール・ソトを3対0の判定で破りましたが、 WBC のベルトは防衛せず剥奪されます。昨年3月にはあのブヤニ・ブングを圧倒、4回 TKO 勝ち。8月にはオーギー・サンチェスも4回 TKO に下して、実に15度の防衛に成功しています。今回5年間守り続けてきたこのタイトルを手放し、バレラと対戦します。戦績は35戦全勝、うち31の KO 勝ちがあります。そしてこちら、童顔の暗殺者と呼ばれています強打のボクサーファイター、マルコ・アントニオ・バレラです。ホームタウンはメキシコ、メキシコシティ。年齢は27歳です。89年フライ級でプロデビュー、圧倒的な強さで34連勝した後、95年にダニエル・ヒメネスに判定勝ちで WBO 世界スーパーバンタム級タイトルを獲得。これをわずか1年半の間に8度防衛、一躍メキシコのスーパースターになりました。しかし96年にジュニア・ジョーンズにまさかの5回失格負けでタイトルを失い、リマッチでも敗れ大きな壁にぶつかります。そして98年、リッチー・ウェントンから2度のダウンを奪い3回 TKO 勝ち、WBO 世界スーパーバンタム級タイトルを奪回、2度の防衛に成功します。昨年2月には WBC 王者エリック・モラレスとの統一戦を行い、猛然と攻め続けましたが僅差の判定負けを喫しました。しかしその数日後、王座復帰を認定されています。その後は3度の防衛に成功。今回一クラス上げてスーパーファイトに臨みます。戦績は56戦52勝3敗1無判定、52勝のうち38の KO 勝ちがあります。はい、ハメドと童顔の暗殺者バレラ、注目の一戦です。はい、さあそれではいつものようにですね、はい、最近の2人の戦いぶりちょっと振り返っておきたいと思います。さあ参りましょう。まずはナジーム・ハメド、昨年の8月夏にですね、オーギー・サンチェスと戦っています。コネチカット州マシャンタケットでやりました。ハマさん、この試合ですけども、ハメドはいいパンチもちょっともらってしまいましたね。食いましたけどね、いいパンチも食ったんですけど、何気なく返してしまいましたね。それがやっぱりハメドのなんていうか、こうリカバリーの凄さといいましょうかね、回復力もありますよね。そうですね、まあ、こういったところなんかですね、スルッとくぐり抜けてすぐ打つところなんかさすがですね。小泉さんはこのオーギー・サンチェス戦どのように見ました？ハメドの調子自体。まあ、調子自身は、まあ、悪くはなかったと思うんですけどね、はい、特にその最後その相手をノックアウトするパンチのキレっていうのは健在だったですね。ただこの試合結構打たれましたよね。打たれますね。まあ、以前ハメドはその相手に打たさないで、そして自分は一発で決めるという特徴があったんですけど、それはちょっとディフェンス面でそのどうですか、微調整が狂ってるのかなっていう気もしましたね。名将エマニュエル・スチュアードさんついてますから、その辺、かなり合わせてきますでしょうね今回ね。そうですね、まあ、お互いに研究し合ってると思いますね。そろそろですね、オーギー・サンチェス、バタッといくところです。すごいノックアウトですよ、ね、この浜田さん倒しっぷりというのはすごいですね。本当に集中だ、ここどうなったら本当に一瞬の相撲を見逃さないですね。でさすがですね、そういうところは、すごいですね。例によっていろんな角度からパンチを出すことができます。これがハメドの特徴です。そして一方のマルコ・アントニオ・バレラ、これはヘスス・サルード戦、昨年の12月に行われました。浜さん、このバレラまだスーパーバンタムのこれ試合なんですけども、どうでした、感じとしては。ちょっとこの時のはですね、試しながらやったという感じがありましたね、はい。まあ、モラレス戦でとにかく前に打って出るというボクシングを少し、調整してみようかなという、まあ、ちょっとした研究しながらのボクシングですね、これは。まあ、それは余裕の違いからできることでしょうけどね。小泉さん、このバレラですけれども、
モラレス戦に敗れた後、順調に、はい、先ほどおっしゃったように回復していると見ていいんでしょうか。そうですね、やはりバレラの特徴っていうのはですね、非常にプレッシャーがきついこととですね、はい、そして当てるのがうまいですよね。まあ、パンチもありますけどね、だからコンビネーションブローのその打ち方のうまさっていうのがありますよね。まあ、はい、もう一つそのボディ打つのがうまいですよ。そうですね、まあ、メキシカンボクサーの伝統を引いてるんでしょうけどね。この辺 の浜さん、プレッシャーのかけ方というのもね、あのチャベスに似たようなものありますよね。まあ、チャベスの2代目とやっぱり期待されている選手ですからね。そうですよね、この2人が激突するわけで、もうラスベガスは控えていると。強打者同士の対決ですからね。あの試合に行く前にですね、はい、あのゲストのゴメスさんにちょっと一言聞いてみたいと思います。ゴメスさんが考えるに、はい、今日の試合のポイントはどこだと思いますか。ポイント、I believe that there will be a great fight between Mr. Hamada and Barrera. You know, Hamada being flexible with power, with great power and being loose. And Barrera with a great heart of a warrior that he is. Yes.まあ、あのハメドの方はですね、はい、その非常にパワーがあると、そしてそのバレラの方は非常にハートがあると、ね、なんか2人ともそこあたりがですねぶつかっていい試合になるでしょうっていうことを言ってますね。ポイントはそういうところです ね、すごく的を射てるような、ね、感じでありますが、早速ご覧いただきたいと思います。はい、お待たせいたしました。ナジーム・ハメド対マルコ・アントニオ・バレラ、アメリカ・ネバダ州にあります MGM グランドガーデンより、独占衛星中継でお届けします。どうぞ。舞台はアメリカ・ネバダ州ラスベガスであります、 MGM グランドガーデン。今ちょっとハメドが、トラブっております。どうやらですね、情報によりますと、右のグローブの親指のちょっと感触がおかしいんだということでありまして、これ一旦は、グローブをはめたんですが、それを取りまして再度調整し直しています。これどうやらですね、事前にこれチェックしておかなかったということも何か今伝わってきたんですが、藤井さんどうなんでしょうね。いや、情報によりますとね、はい、グローブっていうのは普通ルール会議前日、はい、あるいは前々日、グローブチェックし合いますよね。ところがグローブ渡されたのが当日だったらしいですね。あ、そしてちょっとその親指の感触がおかしいということでですね、はい、もうこれ予定時間過ぎてるんですけれど、もう一回巻き直ししてるんですね。やはり強打者ですからね、握る感覚っていうのを大事にするんですよね。なるほど、浜さん、その辺のところを分かりますか。やっぱり微妙に今までと違ったんでしょうね、その握る具合が、だからやっぱりもうあの今見てるとバレラは待ってるんですけどね、はい、ハメドは俺がやらないと試合始まらんだろうということで、待つんだったら待たしとけというぐらいのやっぱり気持ちなんでしょうね。なるほど、しかしこのブーイングとともに大歓声も徐々にボルテージが上がってきております。ラスベガス MGM であります。さあ、ようやくバレラの準備も整いまして、ハメド、グローブをはめたということであります。バレラからの入場になります。今回がキャリア最大の注目度、を得ています。その試合であるということは間違いありません。その試合を与えてくれて、感謝しているんだと、記者会見でも言っていましたマルコ・アントニオ・バレラ。長らく戦ってまいりましたスーパーバンタムからウェイトアップしまして、今回フェザー級へと上がってまいりました。さあ、この表情であります。長らく待たされましたバレラ、集中力はどうでありましょうか。浜さん、どう見ます。いつも表情の変わらないバレラなんですけど、若干緊張気味かなという感じしますね。普段よりはやっぱちょっと緊張気味ですね。はいはい、後ろにはご覧のようにメキシコの国旗を大きく広げまして、それを背に入場してまいります。大歓声です。
キシコという会場内の構図だということでありますが、それにしましてもあのバレラの方の声援がやっぱり多く聞こえてくるんですよね。そうですね、まあ、チャベスが去った後ですね、はい、まあ、ボクシング王国メキシコを背負うのはですねこのバレラだっていう声もありますからね。まあ、近くの国メキシコから随分と多くのファンの皆さんもやってきているようです。さあ今バレラが入場し終わりました。27歳であります。そしてもう一つですね、はい、エリック・モラレスとあれだけいい試合してそのファンの中にはですねお前が勝者だお前がチャンピオンだっていう声もあるわけです。その同情的な声援もあると思いますね、はいはい、そして、ファイトマネーと同時にあらゆる面で最大に注目されているこの試合なんだとバレラ自身が言っています。キャリアは本当に最大と言ってもいいですよね。そうですね、まあ、この試合のファイトマネーそのお知らせしたいと思います。ハメドがですね6ミリオンなんですね、はい、なんと7億5000万円です。うわ、7億5000万円ですね、バレラの方もこれまでで最高のファイトマネーなんですね、はい、1.9 ミリオン、はい、なんと2億4000万円ですね。これフェザー級の試合ですよ、はい、しかもですね主要4団体じゃないですもんね。そうですね、かかってるタイトルが、はい、まあでもあの浜田さん、はい、こうなってしまうと役者が揃うとタイトルはあんまり関係なくなってくるんですね。要するに誰が試合するかということなんですよね。おっと花火が打ち上がりました、ね、さあどうやら主役の登場でありますナジーム・ハメド、今回はどういう登場の仕方でありましょうか。ハメド自身が歌っているのか唱えているのか。さあスモークの中ナジーム・ハメドであります。シルエットが浮かび上がりました。おそして拳を神に向かって捧げる同時に火花が吹き上げています。ナジーム・ハメド、紙吹雪がものすごい勢いで後ろ浮き上がりました。ナジーム・ハメドの登場です。そして今度は火花です。今度は火花です。火花焚けるようにしてこのナジーム・ハメドに降り注いでいます。全 WBO 世界フェザー級チャンピオン、いや今回も浜さんやってくれますね。やってくれますけどこれガン着てないですからね、はい、火傷しないとちょっと心配ですけどね。本当にそうですよね、さあしかしそんなことは一切お構いなし。ナジーム・ハメド、ここから花道よ。後ろにリングが用意されています。35戦全勝 31KO、 負けはありません。 100% の勝率、ノックアウト率にして 89%、 およそ9割です。バレラ、ジョニー・タピアですね。いやこの際長いんですよね、はい、タピアが声援に駆けつけているようです。バレラ今回バレラ陣営は宣言したそうです。俺が登場してから5分待たせたら俺は帰るぞと言ったらしいんですが、ちょっとコロナ禍そういう雰囲気はまずならないでしょう。その前にグローブ問題でちょっとだいぶ待たされましたって。待ちついでにバレラはリング上におります。ご覧のようにサークル、リングとともに上空に上がっていきました。浜さん、前々回でしたか、空飛び絨毯持ってきたみたいでしたね。絨毯できましたから、今回はやっぱり、見せますね。これはどういうイメージなんでしょうか。リングの中にハメドが収まっています。ブランコか。まるで手のひらをひらひらとさせまして、鳥のように舞ってまいります。いやすごいですね。ご覧のようにから本当に試合する選手とは思えないですよね。本当ですね、うん、まあ、終わった後だったら何やってもいいんですけどね試合前にこれだけやっぱり今ビールか何か投げつけられましたね。そういうことがある可能性ありますからね、試合前は。まあ、英国からやってまいりましたジーム・ハメド、舞台がここではどうしてもヒール的な役割になってしまうのかもしれません。
大ファンだというのとアンチハメドファンなんだという方が真っ二つに割れているようなそんなナジームハメドの人気ぶりです。ちょっとさっきの表情は苛立った表情をしましたね。そうですね、ちょっとムカついてますね。いつもより若干その怒りの表情が表に出ているようであります。ナジームハメド、さあリングに到達いたしました。見渡します。そして先ほど練習をご覧いただいた通りいつものようにしてこの鉄棒のように回転して入っていくんでしょう。大一番でもそれをやってみせます。おっナジームハメド、ちょっと滑るんですよ。マテリンついたでしょう。やめましたね。あ、おそらくね、前座試合かなんかで、はい、セコンドが忘れにつけてあったんでしょうね。ははだから滑るということで今やらなかったですね。いやこれは懸命ですね。まあ懸命ではあるんですけどいつものリズムとは違うんじゃないですか。あ確かにいつも1回転してそれで自分を盛り上げますからね。ですよね、うん、一緒のおまじないですもんね。そうですね、あれでやっぱり、さあこれからというふうな状態を持っていくんですけど、ちょっとそれをやらないまま入りましたね。今一瞬おそらく迷ったんではないでしょうか、滑ってもあえてやるか、リスクは負荷しませんでした、安全に入っています。この辺は何かちょっと不吉な予感でありましょうか。今抱き合ったのはミルズレインなんですね、まあ、あのレフリー引退してからですね、はい、プロモーターになって、はい、レッツゲティートオールプロモーションがこれを仕切ってるんですね。さあおなじみのマイケル・バッハーです。その辺りもアナウンスがあるかもしれません。お聞きください。Prince Promotions, along with Let's Get It On Promotions and the MGM Grand, are proud to present the two best featherweights in the world. It's 12 rounds of boxing for the Featherweight Championship of the World. Approved by the International Boxing Organization and sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, Chairman Dr. Elias Ghanem.Vice Chairman Dr. Luther Mack, Commissioners Amy Ayoub, Glenn Carano, and Dr. Flip Homansky. The scoring for this bout will be done on the 10-point system per round, and the three judges assigned to ringside are Dwayne Hoard, Chuck Jampa, and Patricia Jorman Manning. And when the bell rings, the man in charge of the action inside the ring, working for the 140th time as a referee in a title fight,Joe Cortez. And now, for the standing room only crowd in attendance here at the MGM Grand of Las Vegas and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner,Wearing blue, trimmed with silver, he weighed in at 125 and one half pounds. In his professional boxing career, he has been victorious 52 times, and 38 of those victories have ended by knockout. Only three times in 55 bouts has he been defeated. This two-time champion comes here tonight, ready and determined to show all that he is not only the best featherweight in the world,but among the best fighters in the world. Ladies and gentlemen, here is the two-time world champion, Thomas y Caballeros de Ciudad de Mexico, the baby-faced assassin, Marco Antonio.まあ、バレラの後ろにですね、あの日本人の田中仙台トレーナーがついてますよね。はい、はい、consisting of 35 bouts, 35 victories, including 31 knockouts, and he is rated by most experts as pound for pound the most devastating puncher in boxing today.He is a deeply religious man who tonight dedicates his effort to all Muslims and every believer around the world. And at this time, to honor his father and family heritage, he is requested to say a few words. Allahu Akbar! Allah is the greatest! Allahu Akbar!
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم There is only one God, Allah, and Muhammad is his final messenger. Peace and blessings be upon him. Ladies and gentlemen, from Sheffield, England, presenting three-time undefeated heavyweight champion of the world, boxing's royalty, Prince Nazi. デビュー戦です。ナジーム・ハメド。こちらはブーイングと歓声が入り混じっています。ナジーム・ハメド対マルコ・アントニオ・バレラ、舞台はラスベガスです。さあ浜田さん、はい、両者のコールをお聞きいただきました。いよいよ激突ですが、ハメドの今までの歓声とやっぱり随分違いますね。どう違うように聞こえます？今まではやっぱりやっとハメド出てきたっていう表情でしたね。期待感が、ね、大きかったと思いますけど、ブーイングでしたね。初めて聞きましたよ、そういうのは。さあそんな中ポイントをやはり絞っていただきたいと思います。ということはいつものハメドの雰囲気と違うんで、バレラとすると1回目に思い切って攻めてみることが必要ですね。バレラ1回目、はい、はさあそしてこの試合をさばきますレフェリーはジョー・コルテスさんです。グローブを合わせました。どういう立ち上がりを見せますか。マルコ・アントニオ・バレラ、キャリア最大の試合、これは本人そして周りも認めています。そしてナジーム・ハメド、通過点の一つに過ぎないのか。ハメド、ラスベガスデビュー戦です。しかし最強の相手を迎えたと言われています。大合唱が始まっています。一応マイナータイトルはこの試合かかっています。 IBO のフェザー級王座決定戦でもあります。しかしそのタイトルは関係ないでしょう。試合が始まりました。右を出していきます。ナジーム・ハメド、いつものスタイルであります。軽く右を出してみせます。バレラ、と入ってた。バレラから入ってきます。ちょっと今左当たりましたね、はい、バレラがね。おっと取りかかった。左フック、一回引きます。この2人身長差は10センチあります。おっと右つきました。ナジーム・ハメド、ハメドが低く160センチ、一方バレラは170センチです。リーチに至っては、手元に届いてきている現地からの情報ですと18センチ差。これは随分、バレラが長いということになりますが、浜田さん、それほど画面上は、感じないですね。だから、まあ、口頭で行ったという可能性もありますよね。今回はちょっと大一番なので、我々スタッフもちょっと測ることができなかったのかもしれません。その辺の情報が入ってきています。右ボールで、左返しました。カウンターですね。左がカウンターになりました。左のカウンターです。さあ大歓声、左。おハメドどうですか、今の聞きはどうなんでしょう、浜田さん。いや、ハメド今聞きましたよ。おっと今聞きましたけど、バレラが随分慎重ですね。ああ、慎重ですね、ハメドは。あ、バレラは。おっと、また左出ていこうというところ、カウンター気味に、うまく当てていきます。ナジーム、いや、あ、バレラ、やっぱり出だし、いいの食いましたね。いや、いいタイミングで左が返っていきました。マルコ・アントニオ・バレラ、距離は保っているようなんですが、バレラがプレスをかけながら、じりじりとその距離を詰めていきます。バレラは大事にしてますね。ちょっとでもやっぱホーム開けてしまうと、打とうとするとどっかホーム開くわけですからね、はいはい、そこをやっぱり、アッパー狙われるということがあるんでしょう。大事にしてますよ、バレラは。おっと左、いい感じで叩きます。バレラは前回の試合、ヘッサロード戦からは4ヶ月間が空いています。一方ハメドは前回の試合から随分空いてしまいました。7ヶ月半、まあ8ヶ月、およそ8ヶ月ぶりの試合と言ってもいいでしょう。ナジーム・ハメド、かつて持っていたタイトルはもう今現在は持っていません。前 WBO フェザー級チャンピオン、ダーッと今相打ちですけど、相打ちですけど、バレラホーム、しっかりしてますね。随分これ研究してきたんでしょうね。おっと、ナイスボディ、ナイスボディ、今いいタイミングで、あれが得意なんですね、バレラ。まあメキシカン特有でもありますが、その中のバレラ一級品であります。右から左、ボディブローのカウンターはさすがですよ。そうですね、バレラは非常に落ち着いています。照準がピタリと定まっているような感じがあります。モラレスとやった時のように最初にどんどん打っていくかと思ったら、やっぱり相手が変わると、変わるのでバランスを大きく崩しました。いや、ハメの独特のバランスの保ち方か。
ゴングなのか、ゴングなのか、ゴングです、ゴングです、ゴングです。第1ラウンド終了しました。いやー、いいパンチをもらいましたハメド。与えたバレラ、そして小泉さん、はい、まずポイントを返してください。1ラウンドバレラのもう10対9ですね。小泉さん、バレラ、そして浜田さん、私もバレラ10対9です。はい、まあ、いつものように採点基準手短に申し上げたいと思います。まず有効なクリーンヒットですね。そして構成、防御技術、そしてリングジェネラルシップと言いますけど、これ主導権支配、あるいは試合運びのうまさですね、はい、これを勘案してできるだけ10対10つけないで、特にラスベガスではこれ振り分け傾向が強いですよね。ダウン1度あると10対8、ダウン2度あると10対7、これが採点基準ですね。はい、今セコンドしている、今顔が見えているのはリカルド・マルドナドマネージャーです。はい、はい、さあ、先ほどのシーンでしょう、これです。いつも気をつけようとするパンチなんですけどね、ええ、今日は1ラウンド目に食いましたね。あ、さあ第2ラウンドです。ラスベガスデビュー戦、ナジーム・ハメドはもう皆さんご存知のようにアメリカデビュー戦は済ましています。あれはケビン・ケリーとやったんですが、ダウンの応酬の末勝ちました。これでアメリカ国民の気を一気に自分に持ってくることに成功いたしました。ナジーム・ハメド左打っていきます。非常にトリッキーな動き、そして思わぬアングルからのパンチ、そしてその上パンチ、おっ、ちょっとバックハンドだったですね。あ、これよくやるんですけれども、しっかりとコーテスさん注意を与えました。すかさずブーイングであります。ハメドはバレーラのガードが硬いんで、悪瞬間を今狙ってますよね。おっと、また相打ちがボディを打ちに来ました。ハメド、バレーラ、お互いに第1ラウンドを済ましましたが、浜田さん、まあ、先ほどもね、いいパンチバレラに見えたんですが、バレラの立ち上がりとしてはもう上々と言ってもいいでしょうかね。バレラこんなに大事に戦うとは思わなかったですね。大事に、はい、本当に大事に戦ってますよ、ね。それと今のやり方だと、はい、最初のうちは連打はしないでしょうね。連打してる最中にやっぱりアッパー飛んできますからね、常にやっぱりガードはしっかりとという感じでやってますよね。そしてハメドはどう見ますよ、あのダメージ。ハメドはダメージはだんだん回復はしてるんですけど、相手のガードの開く瞬間がなかなかないというところがありますね。なるほどね。まあ、もともと小泉さん、ハメドはね、打たれ弱い、パタッとは倒れるんですよね。そうですね。かつて試合の中でも何回か倒れるシーンがありました。しかし回復力も人一倍あります。そうなんですよ。その打たれ弱い選手っていうのはですね、はい、回復力早いんですよね。トレースルコーよっと首を抱え込んだ。離しません。ハメド。リフトアップしたのはバレラか。それを抱え込みました。随分ハメド。ハメドが離さなかったのもあるんですけど、バレラが倒れてるところを打とうとしましたね。お互いに激高しています。ちょっとエキサイトをしております。ちょっとところがないようです。バレラの形相はすごいですね、浜さん。まあ、バレラは普段表情変えないんですけどね、表情変えないんですけど、やっぱこの試合にかける意気込みは相当のもんですね。のようですね。さすが自らがその自分のキャリアの中で最大の試合なんだと言い放っているだけあります。普段はもう少しガードは低いですよ、バレラは。やっぱりガードに意識してますね、相当。まあ、バレラはこのすぐ下のクラス、スーパーバンタのチャオトに2回左を返しました。左は当たってないか。思わず小泉さんも声を上げました。今右クリーンとしましたね。また右顔は前に出てきたところ、右叩きます、ショートです。浜田さん、はい、バレラはよく見えてるんじゃないですか。だからバレラは本当に一瞬一瞬を見逃さないで打ってますよね。それで連打はやっぱりやらないんですね、はいはい、連打しようとするとハメドのパンチ飛んできますよね、ちょっと今バックハンドグローブに、当たってはいませんでしたけれども、こういったあたりで、ハメドが自分の主導権を確立しようというところがこれまで幾度となくありましたが、バレラはですね、気合い入って大事にやってる中でも気合い相当入ってますよね。そうですか。で、浜田さんはどうしてますか。このラウンドもバレラ10対9です。バレラ、はい、小泉さん、私もバレラの右が当たりましたよね。そして左に返しましたよね。まあ、有効なクリーンヒットはバレラの方が上だったと思いますね。両陣営が映し出されています。もうすでに、エンスウェルが腫れ止め金具で、目の下のあたりをこすっています。エマニュエル・スチュアードはですね、もっとジャブ出せって言ってますよね。
ハメドに対して、バレラはおなじみのビッグベアで4度目のキャンプを張りました。キャリアの中で4度目のキャンプという意味でありますが、その中でスパーリングパートナーで日本人の本田選手を呼びまして、ハメドのこうスタイルでスパーリングパートナーをやらせたということが伝わってきています。あそこで首を絞めてですね、離さなかったんですね。はい、はい、はい、ちょっとね、まあどちらも打ちという気もしますが、レスル行為がありました。第3ラウンドスタートして、おっと右、さあハメドこの辺りから左、徐々に自分のペースをつかみ始めようとするのか。完全な反面の体勢です、ハメドのこのスタイル。だから相手のガードが開いた時にあの左ですね、左ストレートなり左アッパー持っていこうっていう、そういう半身でですね、パンチ溜めてるんですよ。おーっと、これ低いか、注意だけです。なるほど、半身のハメド、まあ時折スイッチも見せます。一方バレラのスタイルはこのようにじりじりと追い詰めるタイプであります。あまり足をタイプ使うタイプではありません、マルコ・アントニオ・バレラ。しかし今日は浜さんが指摘しているようにガードは非常に高め、おっと浜さん今どうでした？オープン気味ですけど当たってますよ。右打ってきます。このハメド独特のこのアッパーカットも先ほど一発見せましたけれども、全くの空振りでありました。ハメド、ハメドがですねスピードでは上回るんじゃないかという浜さん大方の予想があったんですが、あったんですけど、同時なくですね、バレラの方が飛び込んできました。バレラの方がいくらハメドが動こうにもやっぱり、ガードだけは崩さないという心構えていますよね。だから、ハメドとすると、ガードをどこから崩そうか今探ってますよね。なるほどなるほど、これでバレラの方から打ってくるとまだいいんでしょうけどね、本当にあれだけガード固められて、空いてるところがないんですね今。なるほどなるほど、まず防御から入っています。マルコ・アントニオ・バレラ左をちょっと伸ばしてみました。距離は随分、おっと飛び込んできた、狙ってるんですよ、ハメドを狙ってるんですけど、ガードのあんまりの硬さに今どっからやろうか、悩んでるところでしょう。ヒョウ柄のパンツを履いていますけれども、そのヒョウにも似た動きを見せますナジーム・ハメド。しかし捉え切ることはできません、全くドアが開きません。マルコ・アントニオ・バレラきっちりと締めて戦っています。探しています探しています、本当にそんな感じですね。本当なんで、だからどっか打って、逆に打ってきてくれという気持ちなんですね。空振りです。なるほど、右打ち下ろしは当たりませんでした。ちょっと揺さぶってるんですね。おっとと今の左しました、ね、左もストレートですね。スポーンと入っています。レッグ観衆が波のように湧き上がります。バレラとハメドが激突していますラスベガス。スピードでいって開かないならちょっと叩いてみようかという感じで右で2発ノックしました。ハメドは強打、あっとっとっと、これは練習してますね。今の左フックのカウンターっていうのは、どちらが、いやバレラですね。そしてその左フックの返しが早いですよ。早いですね、意識的に右から左の返し早くするようにつなげてますね。バレラの背中にはベルトラインタピアと入っています。これは前から入っているんですが、先ほどもリング上に登場した、タピアと非常に親交があるということで、名前を入れてるんだと思います。第3ラウンド終了しました。どうですか。私は3ラウンド目もバレラですね。このバレラ鼻血出しました。出したみたいですね、軽く出してるようですね。綿棒も少し赤くなっています。ハマさんのポイントは、私はハメドを実体験です。お二方割れました。浜田さんはハメド、ということでありますが、そのハメドの横顔、エマニュエル・シュアードがさんがついています。ナジーム・ハメド99年からスチュアードトレーナーがついています。10月です。それまではブレンダン、イングルさんという ね、そうですね、このナジーム・ハメドも手塩にかけてちっちゃい時から育ったんですが、その方と別れたんですよね結局ね。そうですね、まあ、子供の頃からですね、まあ、独特 の、 そのボクシングの基礎を教えられてですね、はい、まあ、そのスタイルで世界チャンピオンあるいは世界のスターの座へですね、のし上がってきたんですけど、まあ、そのま、はい、師匠と別れたわけですよね。それからなんですが、浜さんちょっとずつスタイルが変わりつつあるんですよね。そうなんですね、空振りです。これだから切り替え時期ではあったんですけどね、まあ、本人の中で、
目指す目標がちょっとずれてきたのかもしれません。そのために、まず自分を教えてくれる支えてくれるトレーナーを変えてみました。ナジーム・ハメド、腰が一瞬落ちました。膝が折れました。右左と返していきます。大村さん追いかけます。バルラをガードを固めて一発一発が狙ってますね。はいはいはい。さあ、だから打った瞬間すぐガードに戻しますよ。バルラ戻ってますね、バルラはしかし今の一発でかなりの手応え掴んだでしょう。ハメドは逆にノーガード状態になっています、ただハメドの場合はですね、相手に打たしてきた時に、空いたところを、捉えるものは天才的なものを持ってますからね。そうですね、それがものの見事なカウンターになります。もっと右ショート気味入っていった。これ誘ってるんですよ、ハメドが、バレラがここで打ってくると思ったのに、ハメド打ってこないというのはちょっとあの予想外でしょうね。さあ誘います。誘わってこないなら自分から行こうかというハメド。出ていきません。本当にこうまず守備を固めて、本当そうですね、いつものバルだったらあの一発が入ったところでもっと行ってますでしょうね。2発3発丸田棒振るような形で打ちますからね、ただ丸田棒振るようなところでガード空いた瞬間を捉えるっていうのはやっぱりハメド天才的なものを持ってますからね、その天才的な動き、それからあのパンチ力というのはやっぱり、バレラ認めてるわけですよね。そうですね、やっぱりこの試合に対して相当な研究してますね。あのインタビューではですね、そのパンチ力はモラレスほどじゃないと言ってるんですけども、これだけの、はい、実際にですね、あのハメドのパンチっていうのはですね、ガードの上を突き破るようなパンチじゃなくてですね、空いた瞬間を捉えるパンチなんですね。なるほどなるほど。とボディは当たってません。だから相手が構えたところじゃなくて、ちょっと気をほっとした瞬間に打つから相当効くんですよね。ハメドしばらく時間が空きました。7ヶ月半、久しぶりの試合です。21世紀これが初めての試合、21世紀最高の試合をするんだと言っています。今年初めてナジーム・ハメド、相手はしかし最強バレラが来ています。しかしまだハメドのスピード、あるいは展開、そしていや本当に戦いですよ、だからこれでバレラが打ってきた瞬間を狙いたいんですけどね、なかなか打ってきた瞬間を小さく小さくしてますよね。なるほどなるほど。で今日右から左が速いでしょう。速いですね、バレラ右の例えば今のアッパーをもっといつもとフォロースルー効かせて打ち込んで、それで左を返すんですけど、今日は意識的に左フック早く返してますよね。今横浜はエマニュエル・シュアートさんついています。さあその小泉さんはどうポイントを打ちますか。やはりこのラウンド最初にいいパンチ当たりましたよね、そして最後もいいパンチで締めくくりました。私はバレラの10対9です。私もバレラ10対9です。あれハメドはちょっと右の下、傷つきましたかね。何ですかねこれは。さっきもですねちょっと薄く傷になってるのかなと思ったんですが、やはりあの左フック少し食ったせいじゃないですかね、結構左食ってますよね、バレラは。でブリッジ、鼻のちょうどこうメガネ のブリッジが当たるところなんですけども、ちょっとやっぱりこちらも傷を作ってるようです。あ、これバッティングだったんですね。そうですね。さあ中盤に入ってきました。あっという間に第5ラウンドです。しかし中盤に来てペースを取れない、ハメドっていうのは今までなかったんじゃないですか。あ、そうかもしれませんね、1回目取られてもすぐ2回目取り返したのがハメドでしたからね、さあハメドがちょっとフリッカー気味に振り上げるんですが、ピタッと止められます。ハメドにとってもこのバレラの戦いぶりっていうのは意外なんじゃないですかね。なるほどね。もっとそのガンガン出てくると、想定したんですけど、結構慎重に戦ってますよね、バレラが。今ハメド左ラッパー、飛び込みざま打ちましたけどね、あれを今タイミング掴んだら強いですよ。1、2ラウンドも一発ずつ確か見せたと思いますが、ハメドあれを空いた瞬間に打ちたいんですね、あれ見せるだけで結構相手がね、調子崩す時あるんですよね。そうなんですね、あんなのが当たったらと思いますけどね。ただ相手はバレラ、百戦錬磨、そこまで行ってないですが57戦目、この人15歳からプロになってます。マルコ・アントニオ・バレラ、キャリアは同じ27歳同士なんですけども57戦目、一方ハメドはプロ36戦目であります。左を出しました。右フックから入ってきますが、しかしバレラは徹底してますね、ディフェンスの硬さには徹底してますよ。バレラっていうのはこれほど鉄壁のディフェンス持ってました。前から攻撃型 のブロックだったんですよね。ですよね、
若干、ガードを低めに構えて、それで打ちやすい状態でいたんですけどね。守り型の守りなディフェンスなわけですね。完全な攻撃型のディフェンスではありません。これも下しっかりとグローブで止めています。ハメド、ハメドはちょっと道が見つかりません。バレラへの道が見つかりません。逆にその道がないまま相手がかぶさってまいります。近づいてまいります。これ至近距離での打ち合いになりましたら、今日のスピードからしたらバレラのが今までパンチ入れてますもんね。だからバレラが逆にですね、ハメド危ないところあるんですけど、バレラが連打するところ、おっとっと、そこはやっぱり一つの勝負どころでしょうね。ハメドも左がパチンと方を捉えます。今度はハメド、バレラ、ハメド、お互いにいいところを見せます。しかしこれだけ、ハメドが攻めあぐるっていうのも珍しいですね。かもしれませんね。以上しました。フェイントか、あるいは脅しか。マルコ・アントニオ・バレラ、左か右、3つまでいきます。今のは当たってないですけどね、はい、バックステップ第5ラウンド中盤です。ついた。だからバレラはですね、ボルボル、ガードの空いた瞬間を極力少なくしてますよね。はい、今度はバレラが刺さります。さあポイント、今ハメドの左アッパーが入ったんですね。今も右フックですね。ちょっとタイミングと距離が合い始めてきてますね、ハメド。しかしその中に入ってきました。頭を下げながら入ってきます。バレラの何か感じたようです。ちょっとこのリズムを変えようということで今ちょっと動きを見せましたけども、その直後にゴンが鳴っています。第5ラウンド、このラウンドは浜田さん、このラウンドハメド10対9です。ハメド、はい、そして小泉さん、私もハメドですね。このラウンドは右のジャブを多く出してます、ね、たまにですけどね、右フックあるいは左のアッパーボディ、これがヒットしましたよね。はい、表情は相変わらず無表情です。そしてこちらは今現在はこのインターバルで怒りの表情は隠しています。マルコ・アントニオ・バレラ、6ミリオンと、2ミリオン、1.9 ミリオンなんですけれども、ものすごい戦いです。ファイトマネーだけと言いましても、この、世界的には軽量級なんですが、これおそらく最高ファイトマネーかもしれませんよね。そうですね、このクラスでは。はい、まあ、ハメドならではですね。やはり人気って言いますかね、お客さんに来る集客力っていうのはありますよ ね, ですね、さあ来ました、7億5000万円です、ナジーム・ハメド。まあ、ハメドが相手だからこのバレラもこれだけのファイトマネー取れるんですよね。あ、そうですね、やはりビッグファイトというのは浜田さん、どうしてもお互いのネームが必要ですよね。そして実力、だからお客さんはそういうところを望みますからね、誰とやるか、そこでやっぱりお客さんよく知ってますよね。あ、その通りですね、目の超えたお客さん、あるいは、それに、連れられてやってきたお客さん、それが1万4000人集まっております。そして今回はこの軽量級にはかつて例がなかったペーパービューなんですよね。そうですね、これがまた驚くべきことであります。ペーパービューの売り上げがあるからこれだけのファイトマネーも出せるということが一つ言えるかと思いますが、普段はオータビーが、ただそんなバレラヘビー級あるいはタイソンクラスあるいは、デラフォーヤですよ ね, そうですね、この辺りしかペーパービューにならないんですよね。つまりその番組だけ、この試合だけお金を払ってる、見るというシステムは、本当にビッグネームしか通用しないんですが、だからそれだけこれハメドがですね、もうアメリカでビッグネームになったという証明ですね。そしてバレラもですね、非常にいい試合をアメリカでたくさん見せてますから、はいはい、ビッグネームですよね、まさにこの軽量君においてビッグな2人。うわ、これは何コール、ナジームコールか、みたいですね、先ほどまでバレロコールもあったようですけれども、お互いにこの場内は真っ二つのようであります。ちょうど中盤、ブーイングがあればかと思えば、あるいは大歓声、おっと左から右と、おっと、一瞬映像が乱れました。その瞬間ちょっと見たかったですね。やっと今しかし、いや、バレラ打っていったところですからね、あの瞬間。あ、しかし、試合は続行しています、何にもなくてよかったですね。いや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 、このラウンドの展開は意外な展開ですね、はいはい、ハメドの方がプレッシャーをかけてですね、バレラが足使ってアウトボクシングしてるんですよね。そうですね、アゴ上がりました、ハメド。第6ラウンド残りまだ40秒あります。あ、そうですね、足を使います。
あ、またバックハンドブローの注意です。あれフリッカージャブのつもりなんですけど、ね、特に下から上だったらいいんですよ、ちょっと斜め下からサイドへあのパンチ出すときにですね、ちょっとやはりバックハンド気味になりますね、はい、浜さん、ちょっと流れが変わってきました。流れというかバレラの動きをどう見ます？いや、まあ、私はですね、やっぱり大事に戦ってるんだと思いますよ、はい、ただまあ、おー、肘打ち、ベルボーニー、左フックを返しました。激高しました、ハメドがやった後、すぐ一発やりましたね。この試合にかける意気込みの、まあ、強さをお互いにこの辺りだからバレラとすると、ハメドが打ってきた瞬間に一発は狙ってますよね。あとレノックス・ルイスも来ています。やはりこれだけのビッグネームがこのリングサイドに集まっているようであります。レノックス・ルイス確かに激高したんですけどね、ハメドは表情変えないですね、はいはい、仮面のようですね。そうですね、激高仮面ですね。はい、はい、第6ラウンドさん、その、ポイントをお願いします。私はバレラの実体級ですね、はい、私もバレラ実体級です。あ、お互いが揃いました。バレラ、いや、マルドナのマネージャーはね、はい、この作戦でいけって言ってますね。足を使えということなんでしょうかね。だからボクシングしろって言ってるようですね。肘で打った後、肘を返したんですね、今。おわいこうということでありますが。だからバレラの意識とすると、来た瞬間一発を狙ってるんですね。だからああいったところで肘が来た瞬間に、瞬間的に来たんですね。なるほど、なるほど。7ラウンド目です。IBO フェザー級の王座決定戦。ハメドとするとバレラに連打でこら来させるやり方を取りたいんですけどね。右を出しました。この戦いの煽りのため2人が記者会見を開いている時がありました。インタビューもかなりありました。ハメドはいつものようにもう本当に大風呂敷を広げて、おりましたけれども左、まあ、ハメドがすごいとかそれを広げただけのことを見せてきたんですが、今回は相手がバレラ、なかなかそうは簡単にはいかないようであります。まあ、2人は身長差が10センチあるんですけども、背が高いのはバレラ、この相手は身長が高いようだけども試合が終わったら相手は僕より低くなってるよと浜さん言うんですよね。キャンバスに寝転がってるはずだからと言うんですが、ハメドらしいです ね、その通り、その広げた風呂敷をちゃんと収めることができますでしょうか。いや、バレラの方が一クラス下のですね、スーパーバンタム級なんですけど、なんか体バレラの方が大きく見えますね。小島さん、バレラはさ、言ってるんですけども、このクラスがいいんだよと。あと、ダリー、ショート、ショート。あ、今、左カウンター。ハメドが笑った。だから、あれをもっとやりたいですね。ただ、やっぱり食った瞬間、はい、バレラは打ってこないですよね。乗ってこないですね。今、誘いの笑いでもあったんですよ、おそらく。あの不気味な笑いを今日初めて見たような気がしました、ハメド。今はですね、やっぱり左のガードを、右のガードを下げての左アッパー気味にカウンター、あれは度胸ないできないやり方ですよ。なるほど、なるほど、まあ、ハメドは狙ってますね。はい、本来ハメドっていうのはカウンターパンチャーですよね。ああして右でですね、煽って相手出てくるところ、はい、相手が右出してくると体が正面向きますね、はい、オープンになりますね、そこへ左打ち込む、それが得意のパターンですよ。はいはい、ところがそのパターンを見せてこないんですよ。右出したらすぐ左出すんですよね。左だの、おー、足を使うアウトボクシングだ。ハメドがやってるようなことをバレラがやっています。絶対に乗ってこないですね。乗ってきませんね、常に自分のものを守ってますね。今マルドナドマネージャーが言った通り、自分のスタイル、今回のスタイルを守っていますバレラ。おっと、ならば俺もやすっとばかり、リーチはハメドの方が感じさせます。実際の数字はバレラの方が上。ハメドが誘っています、誘います、バレラ行った。おー、左、ハメドはこれ望んでるんでしょうね、もっと、やりたいんでしょう。そうなんですね、両肩を振ります。その場合にやっぱりバレラ大事に戦ってますよね。きつくバレラ、おそらく、セコンドが止められてるんでしょう。ハメドが打つ瞬間は必ず一回ガードしてから打ち終わった後打ってますよね。あーはー、あーっと左クロスから、まあリードブローなんですが、また入った、また入った、左がよく入りますね浜さん。相手のガードが下がっているところ、はい、小さく早く打ってますね。なるほど、はい、ナイスナイス、回転のようにかかります。おー、バレラのこういうボクシング初めて見たような気がしますけどね。本当、私も初めてですね。ちょっと苦笑いに、これはハメドの奥さんですね。立ち上がって声援を送っています。いやー、バレラのニュースタイルが披露されています。
第7ラウンド小泉さんお願いします。まあ、今までよりハメドのパンチは当たりましたけどね、私はやはりあのバレラの左、はい、そのジャンプですね、強いジャンプ、これの的確さとります。10対9バレラです、私もバレラ10対9です、はい、今ハメド陣営名前も出ています。一番上がエマニュアル・シュアートさん、あれがそのまあ、メイントレーナーのオスカー・スワレスですね、はい、エマニュアル・スチュアードっていうのはですね、まあ、テクニカルアドバイザーですよね、はい、今このコーナーには入ってないのか見えなかったんですが、先ほどおっしゃいました田中仙台トレーナーが、ね、バレーの方には、ついています。あの練習なんかではミット打ちなんかもよくそうですね、田中トレーナー非常に、そのバレラ信頼を置いてましてね、はい、それで非常にミットを持つの前らしいですね。左を出しました。で今回も先ほども言いましたバレラサイドには、本田選手という日本人の選手が行きまして、スパーリングパートナーを務めたということであります。まあ、WBA のライトフライ級の2位ですかね、はい、そのグリーンツアージムの本田秀信選手なんですけど、まあ、バレラあのハメドにですねその動きが似てるっていうんでですね、バレラ陣営からその壊れて、そしてパートナーとして行ったらしいですね。この試合会場で見てるらしいです。はい、ちらっと映ったかもしれませんけども、どっかにいると思います。また映ったら改めてご紹介したいと思いますが、おっと第8ラウンド1分が過ぎました。非常にそのバレラ左を出していきます。その本田選手がもう本当にハメドそっくりに動いてくるんで助かったよというコメントも出しているようです。おっとショートの左突きました、追い出しました左、バレラが左を打ちます。また左のストレート、左ストレート、パンチありますね、一発当たると本当に終わってしまうかも分かりませんね。2発返しましたハメド、一発、そしてバレラ2発、お互いに一発を持っています。ハメドちょっと右の目の下が腫れてきたようです。乗ってこないです ね、 ですね、本当に非常に硬いバレラ、確実にポイントを上げながら、前に進んでいきます。石橋を叩きながら戦いを続けているマルコ・アントニオ・バレラ、あっと右ストレート、サバイナル右ストレート、どうですか今浜田さん、どうですか 今軽いパンチなんですけど、やっぱああいったあのハメドが打った瞬間だけを一発一発狙ってますよね。だから自分から攻める場合には左ジャブぐらいですよね、自分から大きいパンチで攻めることはまずないですね。あ、このクリンチ行為にブーイングか、さあ打ち合いという、1万を超す1万4千を超す大観衆が一斉に立ち上がりました。左合わせます、早いですね、なかなか攻めきれないですね、攻めきれないというかバレラのガードが崩れないですね、はい、では入っていったところパチンと早い一発ですね、もらえますね、うん、これをですね一発じゃなくて2発3発と続けるんだったら、うん、ハメドもここで、やるでしょう。あ、打ち合いで、一つ勝負出ると思いますけどね、はいはい、一発で終わってしまうんでですね、コルデスレディが1回分けました。さあハメドどうする、出花出花をそのバレラがですね左 の、 その、まあ、ストレートですね、はい、あれでカウンター取ってますもんね、うん、ます。お、最後打ち割り必ず左フック、速い左フック入れてますよ ね、右腕を横に出しながら、まあ、おとりのような感じで、右腕を差し出してたんですが結局入ってきませんでした、相手を乗らすことができませんでした。第8ラウンド終了で小泉さん、このラウンド私はバレラですね、私もバレラ実体級です、お二方ともバレラです。Go to him and make him punch. And once he punches, let the left hand go. もう打っていけって言ってますね、はい、左をその打ち込めって言ってますね、マネスジョ支えかけてます、こっちは。これはね、マルドナリカルド・マルドナドマネージャーの息子オスカーですね、はい、これです、ハマさん、だからハメドが打った瞬間一発は狙ってますね、これ来ましたね、だからその後、追い打ちするんだったら、あ、ハメドもそこで応じるでしょう。ただ打ち込めないんですね。ハメド少し、どうしようかというような表情が伺えます。あのいつもの相手を小馬鹿にしたような表情はあまり見られません。第9ラウンドです。
フェザー級のナンバーワン選手は一体誰なんだというその決定戦とも言われています。この一戦主要4団体のタイトルは勝っていませんが、ハメドにだけ見ましてもずっと WBO のタイトルを守ってまいりました。そして IBF を取った時もありました、WBC を取った時もありました。そして直前まで WBA を持っていたウルフレド・バスケスに勝ったこともありました。つまり4団体制覇したということもあります、と実質制覇したと言ってもいいハメドです。一方バレラもこの下のクラスでありますが、ずっと素晴らしい強さを発揮してきた選手であります。その2人が激突しています。デリック・ゴンとお互いに、あ、ハメドが随分強引に誘い始めましたね。なんかそういう風にしないとなかなか崩せないでしょうね、このブロックは。はいはい、右打ってきます。第9ラウンドまで来ています。お互いにまだダウンはありません。さあどうするか。状態だけで誘ってみせます。乗らないですね。乗らないですね、来ないですね。自分から仕掛けていって崩せるほどの山の相手ではありません。これまでかなりの相手をボディブロー入ってくるところを狙われます。打ち倒してまいりましたが、浜田さん、自分から行って打ち倒したのはもっとちょっと格がね違う相手はそんなこと簡単にできたんですけども、なかなかこの辺になってきますと、特にこれもう頂上決戦とも言われてますからね。だから紙一重ですよね。紙一重なんで一瞬でもホッとする、一瞬でもガードちょっとでも下げた、そこを狙われますよね。ですよね。つまり入ってくるのはものすごくリスクが高いわけですよね。そうですね、ハメド、この一戦負けるわけにおっといきません。サイドボディ叩かれました。しかしハメドもこんなはずじゃないんだけどと思いながらやってるでしょうね。ブーイングです。ちょっとこのラウンド動きがないせいでしょうか。ブーイングが入ってまいりました。考えるハメド。さあバレラはもう徹頭徹尾、自分のスタイル、今回の今日のスタイルを守り、戦っております。右から左、とお互いに頭をぶつけ合います。戦いました。お左低いタック離れ際、これがハメドの特徴でも一つでもあります。決して気を許すことができません。離れ際、今当たりました。当たってはないですよね。浅かったですね。非常に軽くかすったという感じでありましょうか。左当てて、そしてバレラが左返したんですね。バレラの方がカウンター取ってるんですよね。お互いに当たってないか。いやすごいスレーだ。マトリックスのようであります。今状態だけでかわしたんではないでしょうか。いや左か、的を捉えてますよ。捉えましたか、はい、大丈夫なんだよというような身を切って見せますが、身を張りましたが、どうなんでしょう今。いやしかしこれでどんどん追いつすればまた打ち合いに追いつかでしょうけど、そこでやっぱり半分に止まってしまうんですね。バレラは浜田さんポイントを、バレラ10対9です、はい、小泉さん、まあ、途中までどっちもどっちのちょっと割と静かなラウンドだったんですけど、最後ですね、そのハメドが仕掛けたところカウンターでですね、あの左フックをヒットしましたね、はい、私もバレラですね。あ、そうですか、はい、あ、バレラ苦しい。まあ3発4発ミスしてもですね、5つ目を当てろと、はい、なるほど、まとめていけって言ってますね。このあたりですよね。これあ、ほうかす、これと完全に当たってないですね。しかし相当な柔軟性ですね。すごいですよね、あれ波の選手だったらもらってますね、間違いなくね。完全に打たれてますね。あそこまで反らないですもんね、あれで元の位置に戻るんですからね、ハメドは。弾力性があると言いましょうか。今のもスウェーデン綺麗にかわしています。そしてボディブロー。さあハメドのパターンか。相手がやってくるのを待っています。ちょっとポイントで負けてることは分かってると思うんですよね、ハメドも。バレラを呼び込むにはある程度もうパンチ、あのように紙一重でもらわなければいけないのかもしれません。もう変な表現ですけども、もらえば相手が出てきます。だからさっきの紙一重でほとんどよく出るんです、はい、今も左若干オープン気味ですけどね、ナックル返ったら効いたでしょうね。その後相手が攻撃やめた後、右ショートの今突き破るのを狙ってたんですけどね。バレラが攻撃やめるんですね。やめるからやっぱり、あと左、ハメルとすると乗ってこない、乗れないですね。乗れない。いや、うまく戦ってますよバレラはね。相手のリズムには全く乗っていきません。
瞬間瞬間をバレラは勝負してますよね。なるほど。いつもですよこの角度はたまに空いてたんですけどもそこが空きません。さあ左で空けてみます。今回ほど強くの硬いバレラはなかったですね。ないですね。これだけ固めてるのはなかったですね。おおっと今右フックかすりましたね。左クロスクロスジャブがクロスになります。肩口から入りますバレラ。バレラ鼻血か。バレラがちょっと右の鼻から鼻血を出してるかもしれません。赤く見えます。さあハメドが誘う。おおサイド今ブロックしたのか。ちょっと足見えなかったんですが足が踏まれたかなんかもあったんじゃないですかね。今の動きが、はい、あハメドがじらつき始めてる。しています。じらついています。じれています。ブロックの上ブロックの上。あ今左アッパー、うん、ちょっとタイミング合いましたね。そうですか。巧みにバレラ今ちょっと抱えましたけどもすかさず注意を受けました。バレラがすかさず注意を受けています。まだ40秒あります。どうも打つ手なし。八方塞がりかバレラ。あ失礼ハメド。ハメドが困っています。しかしこのラウンドはですねバレラが手数少ないですからね。そうですね。このラウンドの主導権は今のところ取ってると思いますね、うん、このラウンドはよりディフェンスに徹しているのか。いやそうなんですね、うん、だからハメドとするともっと打たして、こさせたいんですけどね、これバレラはやっぱりハメドがじれて出てくるのをさらに待ってるわけですよ、うん、もう自分のスタイルを徹底的に守ってますね。最後ポイントを取りに行ったのか。ゴング間際バレラが出ていったところでゴングであります。第10ラウンドこのラウンド浜さんお願いします、ハメド10対9です。ハメドの方ですね、はいはい、私もハメドの10対9ですね。最後面白いシーンがありましたね、はい、バレラがですね攻め込んでコンビネーションで攻め込んでいきましたね、はい、あれやるとハメドは避けるんですね。避ける感はまだ健在なんですよね。だからまあ想像なんですけどもしバレラが攻めて攻めていつものスタイル攻めてたらですね避けて避けてその間をカウンター取って強い左アッパーあるいは左ストレート打ち込んでたかも分かりませんね、はいはい。あと2ラウンドです。この2ラウンド中にきっちりと決着がつくのか。バレラ得意のプレスあるいは左フックアッパークロスアッパーはあんまり見せませんけども、こういったところを中心ディフェンスを主に使いながら戦っていますバレラ。ハメドはいつものトリッキーな動きが相手が乗ってこないので使えません。あまり披露することができません。ちょっと今バレラコーナーもっと打っていけって言いましたよね。おだからポイントをどう見てるかですね。コーナーが、はいはい、右のフックは当たりませんでした。打ってけというどういう小泉さん想像ができますか今のコメントで。いや試合ポイント結構競ってると見てるのかも分かりませんね、はい、あ確かに、浜田さんどうでしょう。可能性としては今ですねお二方ともだいたい似通ってて、はい、バレラ有利と2ポイントなんですが3、4ポイントでしょうか。ルユーリと出てるんですけどもどうこれ、まあ、バラ陣営からするとやっぱり、はい、ガードに徹してるという意識がありますからね。あだからポイント取れてないかもしれないと、うん、そうですね。左あ確かにこうラスベガスですからね、うん、おバレラに行きましたね。その通り指示通りの動きを見せています。ただ10ラウンドはちょっと手数が少なすぎましたよね。守りにその入りすぎですよね、はい、それも反省のコメントだったのかもしれませんね。そうですね。さあ出てくればハメドもいつもの動きが展開できますが先に打たれてしまいます。だいぶ右の方にこのパンチをもらっています。ナジーム・ハメド悪魔王子この悪魔ブリア現在影を締めた。右のストレートが左に返した。左のフックは当たりませんでした。ちょっと打った瞬間、はい、その後追いつするかと思ったら必ずブロックに回るんですね。ませんね。すぐガード固めるんですね。だからそこをワンテンポちょっと遅れてますね、ハメドは。もう一回やり直しです。ハメド誘いに出ます。先ほどまで打って出ていったバレラがまた引き始めました。さあ今度出てきます。思い切り左を伸ばしました。これには大喜び。バレラの打ち方はですね、はい、一発振ったらすぐ次追い打ちできる振り方じゃなくて振ったらすぐガードに戻す打ち方に変えてますよね。ああ、
だからやっぱり、フォーム崩れないからハメドも打ち、崩しにくいところなんですね。あっと右のストレート、いきなりです。一歩踏み込んで右のストレート。さあハメド、もう一発打ってみろという。いや本当そうなんです ね。おー、これもスウェイスウェイバックステップスウェイ。これでやっぱりハメド、はい、バレー止まってるんですよね。そうですね、来ませんね。うん、これだけリスクを負いながら誘ってるのに来ません。これ一発当てるチャンス狙ってるんですよね。ですね。その一発にハメドはかけています。そうですね、ハメドは一発にかけてますね。これね、はい、あと1ラウンドだ。もうこのラスト2ラウンド目、11ラウンド、左低いショート。ハメドは一発大きいのを狙ってますね。はいはい、今押し付けて、もっとゴングゴングゴング。11ラウンド目終了しました。浜田さん、どうでしょう。バレラ10対9です。はい、私も10対9ですね。これまでのバレラが取ったラウンドではですね、1ラウンド目と並ぶ非常にその効果的なパンチを当てたラウンドだったよね。はい、ただし1ラウンド目はですね、ディフェンシブに防御的に戦ってそのいいパンチ当てましたよね。このラウンドは結構攻めましたよね。はい、バレラの戦う気持ちは全く衰えを見せないようであります。非常に厳しい表情をしております。一方のハメド、少し疲れが覗かれます。さあラストラウンドになりました。いや、浜さん、ラストラウンド来ましたね。予想しなかったですね。これはね、本当にしませんでしたが、さあこのフェザー級の頂上対決はどういう結末が待っているんでしょうか。あと3分間です。ファイナルラウンド、右を打ちました。ハメドは残りの力を全て使って攻撃に行きます。やはりポイントを取りに行きました。いや、打ち倒しに行きます。左打ちから、そして右。いや、バレラは積極的です。最後のこのラウンドをしっかりと取って締めようというバレラ。ハメドはラウンドを誘うのか。左引くジョー・コルタスが間に入ります。いや、このいいの崩してるの。バレラの戦う気持ちはかなりこの試合強く出ています。ハメドは一発にかけます。誘います。なおも誘います。左、やっぱりまだパンチあるんですね。いや、あれほど出ていったバレラが今度は行きません。一転して止まりました。7番と右カウンター狙っていましたが、バレラ空振り。これだけフォームを崩さずに打っていくと、なかなか隙を作らないですね。バレラは、ほとんど今日のバレラバランスを崩しません。そしてもう方を叩かせます。さあこの最終ラウンド一発が欲しいハメドです。ハメドが誘います。左打った。今の左も怖いですね。ハメドはどうするか。頭に当たる。当たると、おっと抑え込んだ。左引く。ちょっとラフ気味になりました。左は絡んで絡んで、おっと後ろ回ること抑え込んだ。いや、ま、羽がいじめになりましたけども、後ろからコーナーに押し込んでいきました。ちょっとこれはお互いにだいぶエキサイトしています。あ、減点。減点で、あ、減点ですね。今の押さえつけた行為に対して減点です。今のはバレラが悪いですよ。後ろに回ってですね、はい、もう押し込んでしまったんですからね。ちょっと必要以上の動きがありましたね。ハメドのグローブを合わせようじゃないかという動きには応じません。バレラは徹底して守ってますね。自分のスタイルを徹底して守ってますよ。ですね、相手の誘いに乗りませんね。マウスピースを覗かせ、笑みを見せ、相手を自分に近づけようというそういった挑発には乗りません。本当にガードの開く瞬間を極力小さく少なくしてますね。 あと30秒切りました。どちらも変わらずにこの試合終わるのか。おっと空振り。バレラが左を使いながら入っていきます。また左だ。出てくるところ左に打った。ジレで飛び込んできたハメドなんですが当たりません。打つことができません。
おお、左アッパー、左アッパー、バレロの左アッパーです。ここでゴールだと最後突き出した左にかかっていったハメドが当たりました。試合終了です。まあ、ラストラウンド私の採点はバレラの10対9、しかしバレラ限定1ありますから、結果的にこのラウンド9対9ですね。はい、浜田さんどうですか。私もバレラ10対9の限定1で9対9ですね。担ぎ上げられましたマルコ・アントニオ・バレラ、キャリア最大の試合、その試合は終わりを告げました。結果はまだ出ていません。ご覧のような1万4000大観衆、 MGM グランドガーデン、ベガスのメッカで戦われました、ボクシングのメッカで戦われましたこの一戦、まあ、判定は出てないんですけど、おそらくあどうなんでしょうかね、まあ、ブーイングです。担ぎ上げられたことに対して、ハメドに対してはブーイングです。いや全然聞いてない、俺は鉄の箱だっていうふうに言ってます ね、 ね、どうなんでしょう。おそらくバレラのあの表情からすると、やろうと思ったことができたという表情でしょうね。ジャッジ3人のジャッジはディワン・フォードさん、チャック・ジャンパさん、そして、パトリシア・ジャーマンさん、いつものネバダのジャッジ3人であります。これ、あ、完全にあれフルネルソンですね。抑え込みまして押し付けています。逮捕術のようです。これはね、あれは良くないですね。あれ、これはもう減点もう致し方ないと、当たり前といったところでしょう。これでももしポイントが競ってるならば、今の減点が微妙に影響するかもしれません。ずるい選手だったらあそこでですね、倒れ込んでしまって反則されたって言って反則勝ち食らうこともできるほどひどいですよ。今のは頭を押し付けてグッとはそのコーナーマットにぶつけましたからね、あれはやってはいけないですね。ただですね、すごい試合だったですね。お互いパンチがある同士でですね、でもハメドのパンチがいつ当たるかいつ当たるかっていう感じがありましたね。序盤あるいは中盤何発か当たりはしたい、完全なヒットじゃないと思うんですがあったんですが、いつものようなあの破壊力は結局ハメドを見せつけることができませんでした。初めて黒星がつくのか、あるいは意外やという私たちのコメントとは逆の結果が出てくるか。今画面右に映っているのが田中仙台トレーナーですね、はい、彼がこの試合の作戦の参謀らしいんですよね。あ、そうですか。 Ladies and gentlemen, here at the MGM Grand we go to the scorecards. Dwayne Ford scores it 115-112 116-111 116-111 115-112 all for the winner by unanimous decision. Marco Antonio Barrera. 3-0 ですね。マルコ・アントニオ・バレラです。ハメドついに敗れました。あ、ハメドがいつものようにあのくるりと回転するリングインができませんでした。思えばあそこから何かそういったものが始まっていたものかもしれません。実は予感がありました。ハメドにとってはこれが初めての黒星ということになりました。バレラ、ハメドを下しました。自己キャリア最大の試合を制したのはマルコ・アントニオ・バレラ本人でした。もう一回ポイントお願いします。そうですね、115-112、3ポイント差が2人ですね、はい、もう一人がですね、116-111、5ポイント差、はい、3-0ですね、はい。Congratulations, Marco Antonio, for a great fight. まあ、あの素晴らしい試合で、そのおめでとうって言っていますね。You said before the fight you were going to attack, attack, attack. Did you know you were going to box him? あの、その試合前、アタック、アタック、アタック、攻めて、攻めて、攻めまくれって言ってたけれど、どうだった？確かにジムではプレッシャーをかけ続けるトレーニングをしたんだけれど、試合では作戦を変えたんだと。They changed the style because they knew that he was expecting a lot of pressure, but he surprised everybody. Was the secret to the fight for you to stay away from his powerful left hand, and how did you plan and achieve that? どのようにしてそのハメドの強い左を避ける作戦だったのかって言ってますね。Bueno, lo que pasa es que él no pega tan duro como decían, pero sí.
ハメドはみんなが言うほど強打者ではない、 だからビデオをそのよく見て研究したと。マルドナドマネージャーが非常にいいコンディションを作ってくれたのが勝因の第一だって言ってますね。非常にいいコンディションだった言ってますね。And make him pay every time he missed it. 具体的にそのどのようにして左を避ける作戦を取ってそれがそのうまくいったのかって言ってますね。まあ、ビデオで研究するとですね、ハメドはカウンターパンチャーだ。だからハメドに打たして、そしてこちらをカウンター取ったんだ。試合がそのひょっとしたらこれ流れるんじゃないかと試合前に言われたけど、聞いたかと、いやそれは聞いてないと。There were a couple of times when he seemed dazed. Why couldn't you finish him off? Did you not want to takeany risks that weren't necessary。 まあ2度ばかりハメドをぐらつかせて、それで試合をフィニッシュするチャンスがあったと思うけど、あえてリスクを犯さなかったのかって。まあそこで追い詰めて一発逆転のパンチをその食う、そのミスを犯したくなかったんだと。だから慎重に勝つことを考えて戦ったんだ。How do you see this as a victory both for youand for your country where there are so many outstanding fighters like yourself。 この勝利は君自身にとって何を意味するのか、また数多くの偉大な選手を生み出した君の祖国メキシコにとり何を意味するのか。まあ、メキシコの人々のその応援に感謝したいと、またマネージャーのマルドナドにも感謝したい、彼はその勝てばそのベンツをプレゼントしてくれる約束をしてたからと。そしてそれを自分は手に入れたんだって言ってますね。この次は誰と戦うんだって、エリック・モラレスとの再戦か。まあ、まずそのゆっくり休養を取り、それから考えたいと。マルドナドマネージャーと相談してから、まあ、フェザー級で行くか、そしてスーパーバンタム級に戻るか、それを考えたいと、決めたいと言ってますね。ああ、すごい試合をおめでとうって言ってますね。You than all the other fights you fought? I don't know. Maybe it's as I've told you before, Larry, but the answer you give me is you can't interview Allah. The fact is, my faith is still there to the maximum.まあ自分はそのマキシマムベストをその尽くしたと。で4ヶ月間トレーニングをし、そのベストファイトした。だから自分は気分はハッピーで自信も失ってはない。バレラは私をダウンもノックアウトもできなかったと。ジム戻り、またトレーニングすると、チャンピオンがなすべきことをすると、カムバックする。自分はまた戦うんだ。まあ試合が予定より遅れたのが、そのグローブの件でですね、遅れたのが影響したのか。いや、それは試合には影響しなかった。バレラがですね、予想した通りそのアグレッシブに攻め込んでこなかったことに戸惑ったか。バレラは今日はそのファイトするボクシングをし、それが功を奏したと、それだけだと言ってますね。どうして得意の左強打をもっと出さなかったのか。まあ、パンチを出すたびにですね、バレラがカウンター合わせてきたからですね、思い通りパンチを受け込めなかった。まあ、この敗北は君にその無敗のまま引退すると言ってたその君のキャリアにどんな影響を与えるのか。Muhammad Rasulullah is the final messenger, and basically, I'm just so happy that。
12 rounds was made tonight. まあ、アラーの神はですね、12ラウンド自分にそのついていてくれたと。まあ、神のおぼし召しのままだと。だからこの試合のためによくトレーニングをしたと。Fighters get beat. He's been knocked out. He's been beat twice. This is my first time. I'll come back and beat him.まあ、これ負けたのは初めてだと。だからこれはカムバックするって言ってますね。Am I saying I want a rematch? The fact is I've got a rematch clause in my contract. I'm getting a rematch. 試合、この契約には再戦条項があると。だからもちろん再戦して借りを返すと。When do I want to fight again? I don't know. Maybe at the end of the year. I mean, 今年の終わりまでにその再戦があるだろうと。まあ、その家族とゆっくり時を過ごして、それから準備に取り掛かると。I've done 12 rounds and come out safe. Allah. まあ12ラウンド戦ってアラーの髪がついていたんで、そのこの通りセーフ、無事だったと。I accept the loss and I accept it written for me. 自分はその負けを認めると、敗北を認めると。And a real man and a real champion. まあ本当のファイター、本当の男、本当のチャンピオンが王座から去るように去ったんだと。自分はその戻ってくる。I will return. 私はカムバックするって言ってるんですね。はい。